What's up everybody? It's Kenji here. はい、どうもはじめまして。Kenji でございます。今回の動画はですね、プレミアプロの中でスローモーションのやり方についてお話ししていきたいと思います。で、以前の動画にですね、α7-3 の初期設定についてお話ししたと思うんですけども、その中で述べたのが、通常の撮影の設定24フレームの設定と、あとスローモーションの設定 120p、60p の設定についてお話ししたと思うんですけども、その中でその 24p の映像と 120p の映像、カメラの中でプレビューで見ても、まあ、実はあんまり変わりがなくて、実際どこで変わりが出るかっていうと、プレミアプロ、編集ソフトの中に持っていった時にその違いが現れるって感じで出てきます。口で説明するよりも、パソコンの画面見ながら説明した方が早いんで、はい、まあ、パソコンの中に行きたいと思います。レッツゴー。はい、ということでパソコンの画面に移ってきたんですけども、このパソコンの画面、今、プレミアプロ、2019年を今開いておりまして、ここでじゃあ、先日撮った素材を入れていきたいと思います。でちなみにこの素材の完成品の動画は、まあ、この動画の冒頭か、まあ、どっかに出してると思うんで、そちらを見てください。って感じですね。全部これ実は 120p、まあ、120フレームで全部撮影した素材なんですけども、でこのまま再生すると普通にスローモーションになってないんですよね。はい、まあ、普通の動画になっております。でここでどういう風にしてスローモーションに変えるかっていうと、まずシーケンスを作りたいと思います。はい、シーケンスでここで 24p、 まあこれ何でもいいんですけども 24p ありの 180p の24フレームのやつを使っていきます。でこうやってシーケンスを作った後に素材を全部これ一括で24フレームに合わせにいきたいと思います。で、ここで一番下のクリップと一番上のクリップシフトを押しながら上のクリップをクリック、そして右クリックで変更、フッテージを変更、ここでフッテージでフレームレートでこのフレームレート指定というやつに変えて、ここで24fps って書いてください。はい、でこうすることによってさっきここに流してた映像をもう一回再生するとこんな風にして、ちょっと先行きましょうか、こんな風にしてスローモーションになっていくんですよね。はい、でこんな感じでフッテージを全部変換してこういう風にしてスローモーションの映像を再現できるって感じでやっております。でこれで、まあ、あとは例えばスピードランプをつけるなり、タイムリマップ、スピードランプね、スピードランプだったっけ、スピードランプだった気がするんですけど、まあ、スピードランプ、タイムリマップをつけて、このメリハリをこういう風にしてスピードを調整していくみたいな感じでやっていけばいいと思います。はい。もうちょっと速くするみたいな。って感じです。で、ちなみにこれも全部の素材に適用しているので、これも全部スローモーションになっております。はい、ちなみにもう一個の素材、こちらですね。α7-3 の初期設定の動画でお話ししたと思うんですけども、こちらの24フレームと120フレームの違いの動画を今出しておきたいと思います。で、これが確か24。これが24ですね。ちょっと見てみましょうか。これがそうですね。23.9760 を、まあ、とりあえず24フレームに変えて、でこちらが確か120、まあ、119になってるんですけども、まあ、これは120フレームです。でこれを24に変えて、で、タイムライン上に載せると、こんな感じで、こっちが 4K、24フレームが 4K なので、まあ、スケール落として、はい、これが24フレーム。こっちが120フレーム。はい、この違いが出てきます。でちなみに例えばこの24フレームのものをスローモーションにしたかったらどうなるかっていうと、これカクつき始めるんですよね。例えばこの速度を50にするとその映像の全体尺は伸びるんですけど、その代わりカクつきます。こんな感じにカキつき始めるんですよ。はい、でこれをもっと極端に言うと、まあ 20% にするとどうなるかっていうと、もうフレーム数が追いついてないので
こんな感じで書きつきます。はい、って感じですね。今回の動画はスローモーションのやり方についてお話ししてきました。で、簡単なチュートリアルにはなってるかなと思うんで、ぜひ皆さんの参考になれればと思います。で、もし質問がある方はぜひコメント欄か、まあ Twitter とか Instagram とかぜひフォローして DM 送ってください。よろしくお願いします。で、もしこの動画が参考になったらいいねボタンと登録者ボタンもよろしくお願いいたします。はい、ということで I'll see you in the next video and Kenji is signing out. Peace.